レーベルこと、レーベル、ウンベルト・アウベス・アラウジョは、ブラジル・サンパウロ州、アリラーニャ出身のサッカー選手、アトレチコ・ミネーロ所属。ポジションはディフェンダー。パウリスタ FC でキャリアをスタートし、2004年にトップチームに昇格。あるアフダ・アブダビエのレンタルを経て2008年にグレミオ、フブパにレンタル移籍すると、同年のプレミオ・クラッキード・ブラジル・エロンで CB 部門の3位に、 入るなどレギュラーとして活躍。2008年11月には5年契約を交わし、グレミオへ完全移籍した。2009年8月6日の SE パルメーラス戦では、ヘディングの競り合いの際に頭部を強打し、意識を失う重傷となった。2010年1月に、ブンデスリーガの VFL ボルフスブルクへ移籍。同年7月には、アトレチコミネイロへ移籍し、ブラジルに復帰した。 アトレチコミネイロでは、キャプテンとしてプレーした。2015年1月14日、SC インテルナシオナルへ3年半の契約で、移籍した。2016年6月8日、CR、フラメンゴへレンタル移籍した。2018年12月27日、アトレチコミネイロへ3年契約で復帰した。マノメネーゼスにより2010年7月26日の、 アメリカとの親善試合に向けたメンバーとして、ブラジル代表に初招集され、同年10月7日のイランとの親善試合に、途中出場し、代表デビュー。2012年のスーペルクラシコで、ラスアメリカスでは、キャプテンとしてプレーした。2013年4月24日に、アトレチコミネイロの本拠地であるミネーロンで行われた、チリとの親善試合で代表初得点を挙げた。 ありがとうございます。